野村実のる4月16日から2001年5月18日は日本の海軍軍人、軍事史研究者。専門は日本海軍史、滋賀県彦根市政、旧西彦根中学校を経て海軍兵学校入校、1942年卒業。空母、随格、戦艦、武蔵乗組、軍令部第一部付けで太平洋戦争を経験。 海軍兵が公共館で終戦を迎える。終戦後は副委員長で極東国際軍事裁判会軍被告人弁護事務を担当。海軍隊員の経歴のため公職追放となる。その後防衛庁防衛研修所で選手室選手編参官として選手総書の編纂に従事する文学博士の学位を取得。1984年3月慶応義塾。 大学文学博士論文の題は、太平洋戦争と日本軍部の研究。1979年防衛研修所、第二戦士研究室長。1983年防衛大学校教授。その後名古屋工業大学教授、愛知工業大学客員教授、軍事史学会会長などを務め、2001年没。著書、日本海海戦の真実では、 秋山正幸の作戦上での貢献に異論を唱えている。総理長官房官坂編、公職追放に関する覚書該当者名簿、日比谷整形会、1949年448ページ、NDLJP1276,156、博士論文書誌データベースでは1984年と、ある。ありがとうございます。